八幡神社は、山梨県南アルプス市場宮所のにある神社である。所在する南アルプス市場宮所のは、串形山登録の一の世大地の末端に位置し、八幡神社は、高台の田畑の中に鎮座している。周囲は、見晴らしが良く、当社からも甲府盆地や富士山が一望できる。境内の拝殿、本殿は新しく、近年建て替えられたものである。 北に塩沢川、南には深沢川が流れる。東には南北に山梨県道115棟円、一之瀬線が通過する。付近には総統衆人院の伝次院がある。創建年代は正確には分かってはいないが、海の国史や中駒軍史にはよれば、平安時代後期に海、源氏の一族である小笠原町清氏が宇佐八幡宮を勘定するとあり、また、 カイノ国社記寺記には、鎮座の儀はわからないが、小笠原名の守る長期吉勘定すとある。上宮地の南東には小笠原、山寺を挟んで、藤川街道が南北に通過する、下宮所の地区がある。上宮地、下宮所のを含めた一帯は、中世には、宮所のと総称された地域で、カイノ国史によれば、宮所のの地名は、 下見やどころのに存在する三輪神社に由来するという。江戸時代には、八幡神社の上見やどころのの三輪神社の間で、三雪が行われ、甲府盆地東部の大三雪に対して、西三雪と称された。天文十三年、寛営十五年の造営の胸札が残っている。また、開営年間には、三輪神社の三宮であった、伝津群より三輪三宮社を遷座した。本殿祭人は、 本田別名、大物主審である、第二本知事体系会の国示、ありがとうございます。